100点満点中24点の味ってところね。あの義乳とかいう変な子たちも大した戦力じゃないって言ってたし、ま、仕方ないか。覗き見なんて悪趣味よ。さっさと出てきたら。汚れ、気づいていたか。当然だから私のおやつタイムを見せてあげたんじゃない。あなたはこれからこうなるのよって。私って優しいでしょ。この私がそう簡単に貴様の餌になるとでも。その様子だとそれ相応の数を食べたということか。つくづく悪趣味な女だ。あなたはナッパって子より美味しそうよね。どんなお菓子にしようかしら。何？一瞬で型をつけさせてもらうわ。短時間でここまで。あの時は半分も力を出してなかったの。せっかくだし真面目にやろうと思って。そういうわけだから。いただきます。こいつをやってみろ。
ないんじゃない？40点くらいはあげてもいいかな。セルに比べればまだまだって感じだけど。なるほど、急激なパワーアップはセルを食べたからですか。むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね。あら、そんな言い方かわいそうよ。彼なりに頑張ったと思うわよ。ただ自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない？暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで地獄で発生しなさい。
っていたより普通の攻撃ね。おいしくない。違って本物はいいわね。鮮度も味も比べ物にならない。80点ってところかしら。さてと、孫悟空たちはどんな様子かしら。へえ、いつの間にベジータまで目覚めたのかしら。私に対抗するために味方を増やしているのね。動けないうちに食べようと思っていたけど、これはこれでいいか。お菓子だって新鮮で生きがいい方が美味しいもの。はあ、早く食べたい。でもダメダメ、どうせならもう少し我慢しないと。もっとパワーを引き出せるようになれば、きっともっと美味しくなるわ。そのパワーも断末魔の悲鳴も全部